い、こんばんは、こんばんは。チュンチュンさんめっちゃ可愛いゲストありがとう。いつもいいタイミングで投げてくれる。なんか YouTube 今回はコメントとかファンの皆さんからの声をちょっとあれにして参考にして、なんか食べてるシーンがもっと見たいっていう声を多くいただいてたので、食べてるシーンが半分ぐらいを占めています。そう、決めた子は2個全部食べた。家族で食べましたよ。サリーは台所が似合うって言っていただけるのはありがたいんですけどね、台所の動画はまあ伸びないと相場は決まっているので。そうなんですよね。こんばんは、こんばんは。ビタミンチコは有名なのかな。まあ動画でも言った通り、長野県の中ではかなり知られてるよ。動画でも言ったんですけどね。こんばんは。県外の人は知らない人も多いんじゃないかな。県外の人と話したことないからわかんないけど。すまし汁美味しそうだったね。美味しそうでしょ。めっちゃ美味しかった。きのこ美味しかった。決めたご飯何杯食べれる。え、分かりません。何の質問それ。分からないです。キムチ好きだからキムタクワンやってみようかな。あ、キムチ好きな人はね絶対キムタクワン好きですよ。なんかもうあれ味の7割キムチなんで。そう、キムチ好きな人はいいと思う。スマッシュ汁は水から作るんだね。え、別に何から作ってもいいと思いますよ。最近自炊してるから参考になる。あ、嬉しいです。ぜひなんか真似できそうなものだけでも真似してください。結構美味しい料理たくさんです。こんばんは。この前木村拓哉さんがラジオでキムタクご飯のこと喋った。あ、そうなんだ。同じ名前のものがあるって言ってね。長野県民大喜びじゃん。ヒラタケの使い方を初めて知った。いや別にスープに使うのだけが使い方じゃないですけどね。あ、なんかそうやって誤解はしてほしくないな。そんな、うん、お豆腐も別に澄まし汁に入れたけど澄まし汁に入れる以外の用途がないわけじゃないから。それはそうは思ってほしくないんだけれども、今回の YouTube から CM 挟むようになってなんだか嬉しいです。そう、なんか収益化したらしいです。ありがとうございます。だからね、今までの動画にもねついてるんですけど、一応最近ついたらしいです。ちょっと CM が煩わしいかと思いますがお許しください。こんばんは、こんばんは。平滝が一番好きなのはね、あ、それも動画の中で喋ってるんですけど。うん、動画をご覧ください。
サリンこんばんは。こんばんは。こんばんは。普段は CM 飛ばすけど何なんだ、ちゃんと見た。なんかさ、15秒ぐらいの CM だったらまださ許せるけどさ、たまにとんでもない長いやつありますね。5分とか3分とか、それは飛ばしちゃうよね。それは飛ばしちゃうよね。スピンかわいいな、ありがとう。でも今日は肌が荒れてるから微妙です。肌が荒れててなんかね、目もむくんでるんですよ。なんか残念みたいな。こんばんは。でもさ、もう好きな YouTuber さんの動画とか見るときにめっちゃ応援してる人とかだと CM あんま飛ばさないで見ようとする。めっちゃ気持ちわかる。なんか少しでも少しでもこれがね、ただで見せてもらってるから少しでもこれが歓迎されたらいいなって気持ちになりますよね。めちゃくちゃわかります。嬉しい、そんな風に思っていただけて。こんばんは。確かにサリンの CM 見る。なんで？優しすぎるやん。サリンの笑顔癒される、ありがとう。そう、偉いしょ。でも最近ちょっと投稿頻度がかなり落ち込んでいるので、また頑張っていきたい。もうね、何をあげたらいいか分からないんだよね。メンバーと撮るのが一番いいんだけど。ねえって感じ。こんばんは。髪の毛ツヤツヤ。あ、本当？でもちょっと最近パサパサしてきちゃった。最近日本寒いですか？いや、結構あったかいですよ。ポカポカ暖かくなってきました。遊びに来てありがとう。友達から YouTube の仕組み聞いてからできるだけ飛ばさないにしようと思った。そう、 YouTube の仕組みをさ知るとさ、なんか応援してればしてる人の動画ほどさ、なんかちゃんと見ようってなりますよね。めっちゃわかるわ。なんかでもやっぱ YouTube はいいですね。最近なんかちょっと勉強に YouTube を使ってるんですけど、やっぱ映像ってめっちゃ勉強になるなと思って、声の解説と映像で見る解説がこう組み合わさるとめっちゃ分かりやすいから、やっぱ YouTube の力を再確認している。こんばんは。でも今回動画ね、結構ね編集大変だった。長くなっちゃったの動画が。作ったシーンと食べるシーン撮ったら結構編集後が長い動画になっちゃって、かなりね編集に時間がかかってしまった。トータルは分かんないな。やってない日も結構あるから、数えてないから分かんないけど、どうだろうな。
まああれまたテロップ変えたのかな確か。その編集、今回の動画の編集始めたのが前すぎてさ、なんかどんなこだわり持ってたか全然覚えてないんだけど、多分テロップ変えた気がします。この動画用にテロップ作ったような気がするけど、ちょっとあんまり覚えてないんだよな。変えたんじゃないかな多分。今回のテロップ見やすかったでしょ。今回のテロップは誰を参考にしたか、みんなに、今ショールームを見てくれてるみんなにだけ教えてあげるね誰得情報。テロップのそのレイアウト自体は、ちょっと縁取りの仕方とかのレイアウト自体は、あのキングコングの梶原さんの、あのカジサックさんのね、動画のねテロップをね、あの参考にしました。そう、見てて、あ、このテロップめちゃくちゃ視認性高いなと思って、そう参考にして、まあフォントとかは全然違うんだけど、そのレイアウトはめっちゃ参考にしました。読みやすいなと思って。なんか見たことあるなと思った。本当はカジサックさんの YouTube 見てますかこんばんは。あと揚げ焼きができるようになったのところが可愛くて何回も見ちゃったウケる。そう、揚げ焼きができるようになりました。あそこはテロップなんかちょっと頑張ってください。なんかちょっとドラクエっぽくしたような気がする。テテ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 
RPG 的な文字の出し方でした気がする。イメージはなんかレベルアップみたいな、テレテレテレーみたいなレベルアップをやったけど、テレテレテレーの音がないから、あのテロップ表示する音、ああいう音するじゃないですか、ちょっと前のゲームって、テテ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 みたいな。そう、レベルアップ感を出しました。あとね、頭の食べてるシーンはできるだけ一口が大きいやつを選びました。その方がなんか食べてる感出るかなと思って。そう、天ぷらはできないね、まだ油いっぱい使う揚げ物ね。天ぷらって飛ぶから嫌なんだよな。服が汚れるし、暑いし、キッチンも汚れるから。基本的にさえは揚げ物嫌いなんですけど、食べるのは好きだけどね、作るの嫌いだから困ってる。天ぷらすごい好きなんですよ。好物、大好物の英語みたいな言い方すると最も好きな食べ物の一つなんですけど日本語だとあまりピンとこない。最も好きな食べ物の中の一つなんですけど、作るのがどうしても嫌。給食面白かったわ、ありがとうございます。後片付け大変だよね。お母さんも天ぷらだけやってくれなかった。わかる、うちもお母さんあんまり天ぷらやんない。唐揚げはねママが好きだからよくやってくれるんですけど、天ぷらはめっちゃ飛ぶからめったにやってないね何の天ぷらが好き？最近は昔からさ、かぼちゃの天ぷらが超好きで、かき揚げとかも好きなんですけど、何が一番好きかな。大葉、大葉が食べられるようになってから、大葉の天ぷらがまあ美味しくて好きですね。そう、大葉が好きになったの最近なんで。こんばんは。ね、かぼちゃ美味しいよね。
あとそのうどん屋さんに行って必ず頼んじゃうのは卵の天ぷらですね。あれは自分でやろうとしたらとんでもなく飛ぶんですよ。あやつマジで飛ぶらしいんですよ卵って。だ自分では絶対やりたくないから外で いかに食べるかっていう感じ。そう、でも天ぷら食べたいよね。いやでも家で天ぷらはやりたくねえな油との勝負したくない。そう、もう負けでいいから対戦したくないね中が半熟のやつ、そう中が半熟のやつ、あれ美味しいよね。しくえんさんこんばんは、こんばんは。天ぷらでも何が一番好きだろう。なんかたまに白身魚の天ぷらとか盛り合わせに入ってたりすると大歓喜、さやかちゃん大歓喜って感じ。白身魚ね、そう私魚の中でも白身魚めっちゃ好きで、そう白身魚の天ぷらとかあったらもう大歓喜だね。そう、天ぷらは天つゆは醤油、私は塩ですね。抹茶塩が本当は一番好きなんだけど、あんまり抹茶塩置いてある店ないからだいたい塩で食べてます。なんか天つゆはつけると衣がびちゃびちゃになっちゃうのがどうしても嫌で、カリッと食べたいんですよ。それはカリッと。タケノコの天ぷら、あ私食べたことない。でもさタケノコ超好きだから絶対好きだと思う。うわ食べたい、どこで食べれるんだろうキスの天ぷら、アナゴの天ぷら大好き。あキスの天ぷら美味しいね、美味しいね、好きだわ。アナゴは食べたことない。オクラの天ぷらも食べたことない。そんなのもあんねや。でも天ぷらにしたらなんか大抵の食材は美味しくなりそう。アスパラとかもうまい。アスパラも食べたことないかも。アスパラはさ、あの頭の部分、筆の部分はあんま好きじゃないんですよ。茎が好き。山菜の天ぷらもあんまり食べたことないかも。あでもあれだよね、サービスエリア絶対山菜うどん、あれは天ぷらじゃないけど、山菜はよく食べるけど山菜の天ぷらってあんま食べたことないけど、ないかも。うーん、天ぷらトークが盛り上がってる。みんなあのね、日本人の8割ぐらいは天ぷら好きだと思うんですよねアナズリしたワカサギをその場で天ぷらにして食べるのが、うわ最高。あの丸く氷切ってちっちゃな釣り竿でワカサギ釣るやつでしょ。あれやってみたいんだよね。釣れるのかな。ね、カウンターの天ぷら屋さん美味しすぎた。めっちゃ高そう、なんか怖くて入れない。どこにあるんだろう。天ぷら屋さん行きたいさ、もういくら持ってったらいいんだろう。もうビクビクしちゃいそう。好きです、ありがとう。大福を天ぷらにするとおいしい。へえ、でもなんかさ、お彼岸じゃないですか、もうすぐ。なんかありますよね、なんだっけ、天ぷらまんじゅうみたいな、あれ食べてみたいんだよな。なんかばあちゃんがよく作ってるんだけど食べたことはない。お餅の天ぷら、お餅の天ぷらなんてあるの、知らない。美味しそう。でもテンムス、あテンムス美味しいね。あのさ、さ おにぎりの形状でさ、なんかおにぎりがあって海苔がこうやって巻いてあって頭、おにぎりの頭にちょっと具材が入ってる、乗ってるやつ、あれがすごい好きで、どこだったかな、東京駅かなに、そのなんかおにぎり専門店みたいなとこがあって、そこで天むす買ってとんでもなく美味しくて、なんか幸せの気持ちで新幹線に乗って帰った記憶があるそう、かわいい、ありがとう。
今日はすっぴんですけれど、なんか多分東京駅だったと思うんだよな、新幹線乗って食べて帰ったから。そうそうそう、東京駅好きなんだよね東京駅さえ好きなんだよな。そう、あそこが好きです。あそこよく買ってた、東京に行ってた時は。最近ね行ってないから、もう1年ぐらい行ってないからもう最近とは言えないんですけど、東京に行ってた時はね、リッチな、今日は頑張ったぞみたいな日に買って食べて帰るみたいな。こんばんは。そんな感じです。アイスの天ぷら、アイスの天ぷら食べたことない。でもアイスの天ぷらってあれでしょ、作るときオブラートに包んで衣つけてあげるんでしょ。なんか液体とかはそういう風にやるらしいね。オブラートにそんな使い方があったとは。オブラートっつったらアンパンマングミの表面にこうペローンってついてるイメージしかないんだけど。こんばんは。あとね、あれ何駅だろう、何駅か、駅じゃなくて外で食べたのか分かんないんだけど、なんかチェーン店でお茶漬け専門店みたいなとこがあるんですよ。ちょっとどこだったか忘れちゃったけど、でもチェーン店だったから多分いろんなとこにあると思うんだけど、そこも美味しかった覚えがある。なんかそういう自分でも作れるけどそれのとんでもない上位互換みたいなものを食べるのがやっぱ好きで、やっぱその庶民の舌をしてるから私は庶民の口だから、なんかもう知らないもの、知らない超高級なものを食べてもはあんま分からないわけ。あ、例えばキャビアとかフォアグラとかトリュフとか世界三大珍味とかを高級な食べ物だよってポンって渡されても多分美味しいような気はするけどみたいななりそうなんですけど、おにぎりとかお茶漬けって普通のものを知ってるわけじゃないですか。だからそれのなんか進化した美味しいやつみたいなの食べるとやっぱ庶民の私はとっても幸せになる。そうだからこういう普通のものをこう豪華にしたやつっていいですよね本来だったら普通のためだってさ、おにぎりとかお茶漬けとかさ高級料理ってイメージは全くないじゃないですか。なんならお茶漬けなんてさ料理したくない時にさらっと食べるぐらいのイメージじゃん。そう、そういうものをいいの食べると幸せだった。でもこのお茶漬け普通に1000円ぐらいしたからめっちゃ高かった1000円の飯は高いよ。でも値段に見合って美味しかったです。そう、まあ、それも旅行ったのどれくらい前かしらね、1年前2年前とか 2年前とかになっちゃうかな。また行きたいんだけどちょっと高くてね、行けてない、1回しか行けてないんだよな。そうで、なんかそういう普段食べてるものの上位互換みたいなのを食べるの、外で食べるのは好き。普段お家で食べるけどねみたいなものを外でいいの食べるの好きですね。まあコンビニのおにぎりとかもそれはそれで美味しいんだけどね、別次元の値段が安いからコンビニはいいよね、家庭料理的な。うん、確かに、なんだろう、うん、でもどっちもあって、外でしか食べられないものを食べたいっていう気持ちと、なんかそういう普段食べてるもののいいやつを食べたいっていう気持ち、いろいろあるんですけど、だからパスタとかパスタ屋さんとかに行った時はナポリタンとかは家で作れるから、なんかもうちょっと違うほうれん草のパスタとかなんかそういうちょっとおしゃれなやつ頼んだりするけどみたいなねそう
高級卵焼きも美味しい。そんなのあるんですか。美味しそう。どこにあるか教えて。眠そう。確かにちょっと眠くなってきた気はする。パン屋さんは見る目は厳しそう。そんなにパン屋さん厳しくない。パン屋さんどこも美味しいもん。そう、全然。あ、上位互換卵焼きだった。別にいいかなくて。高級でいいけどね。上位互換卵焼き、まあそうね、さやちゃんのあの言い方を使うならば。おもろ。ファンの人ノリ良すぎて大好き。サイリン的にサイズはどうですか。サイズさえめっちゃ好きだよ。よく行く、安いもん。なんかどうしても外で食事しなきゃいけなくて、でも別に今日はお金かけたくないみたいな。東京でサイズは行かないけど、地元でちょっと長野駅に行きましたみたいな、あの時、ちょっとした時で駅前に行った時とかに、なんか行くから頻度は高いよ。そう、サイズはいつも何頼むかな。日によって違うけど、ピザ、チーズのピザとか頼むことが多いかな。にチーズを増し増しにして粉チーズをとんでもない量かけて食べると、本当になんか有罪の味がする。絶対太るもんねって言いながら食べてる。だから好きですよ。安いお店は基本的に好きだね。はちみつのったやつサイズない。あのチーズにはちみつかけてあるピザでしょ。あれも美味しいよね。あれね、でもチーズピザにはちみつかけるのはね、よく自分で作るピザでやるんだ。なんか一個はなんか一番オーソドックスなピーマンとウインナーとトマトソースでみたいな、とチーズのしたピザと、もう一個チーズだけのピザ焼いて、メープルシロップとか蜂蜜をおのおのかけて食べるみたいな、めっちゃやる。あれ美味しいよね。チーズとさ蜂蜜ってさ、なんかあんまり相性なんかよくわかんないじゃん、食べる前までは。チーズはちょっとしょっぱい感じで濃厚で、蜂蜜はすごい甘くて濃厚で、なんかよう合うんかなみたいな感じで食べると嬉しい気持ちになる。すごい美味しいじゃないって。あら、すごい美味しいじゃないかしらってなりますね。クアトロフォルマッチ、あ、そうやって言うのかな、横文字に弱くて。英語ならまだ対応できるんだけど、やっぱそうイタリア語とかフランス語とか、ちょっとヨーロッパの言葉って難しいよね。横文字って覚えられないよね。こんばんは。マルゲリータが好き、わかる。あのマルゲリータってあの円盤のチーズ乗ってるじゃん。あれ美味しいよね。あれが好き。モッツァレラかな、あれ多分。うわ、なんかピザ食べたい。今痩せなきゃいけないのにさ。遠い目。痩せなきゃいけないのにご飯が食べたくて困っちゃうな。なんかなくそうないんかな。ね。こんばんは、こんばんは。食欲をなくす方法。
全部の料理を青くする食欲減退料理青の食紅を全ての料理に入れる、これだ健康に悪そう、めっちゃストレス溜まりそう、お腹空いてきちゃった、夜だもんね。でも今日はね、さっきお鍋したんですけど、めっちゃ野菜食べたんですよ。だからまだ持ってる、まだ持ってます。ナナシちゃんは釜があるピザ屋さんにしか行かない。じゃあピッツァ派なんだ。ピッツァだね、釜で焼くってことはピッツァだね。長野県ご当地給食動画見てる、ありがとう、こんばんは。そう、ピザとピッツァの違いは、ピザはそのちょっとアメリカとかの風習があって、なんかオーブンで焼くピザなんだけど、ピッツァはイタリアとか本場 のピザ窯で焼くとピッツァになるっていう、ちょっと明確な違いがあるらしいっすね。こんばんは。眠。あと食欲減退させる方法なんかないかな。ダイエット頑張りたいです。全然痩せれないんだけど。全然痩せれないんだけど。もうあと3キロ落としたいのに、3キロとかどうやったら落とせんねん、落とせたことないわ。今から3キロ落としたらいつの体重だろう。中学生の時とかの体重になれるわ。永遠の人類の悩み、ダイエット。でも実際あるらしいっすね、水泳して食欲の違う食事の改善すれば絶対痩せるらしいですねどんな人でも水泳して食事改善したら絶対痩せるらしいっす。そう、でも人類は それが辛いから日々目をそらしている。わっ、やちさん、かわいいクマちゃん、ありがとう。これはホワイトデーのクマちゃんじゃない、恋のキューピッドみたいな、かわいい、ホワイトデーだから青いし、ありがとう、やちさん、かわいいね。水泳は全身の筋肉を使うからすごい全身の燃焼にいいらしいですよ。だからバランスよく脂肪が落ちるみたいな。そうだから水泳がめっちゃ運動的にはかなりパーフェクトらしい。まあ、そうで腕も使えば足も使うし、腹筋とかも絶対使うし、いいんだろうな。水泳のダメなところは髪の毛が傷むところですね。非常にそれは難点です。あとさやが水泳苦手な、水泳っていうかプール苦手なのは、なんか泳ぐ専用レーンみたいなやつあるじゃないですか。泳ぐの遅いから絶対に人に迷惑をかけるんですよ。っていうのを考えるとプールなんて行けねえってなっちゃうんですよね。そう、プール行こうかなやだな、ね、でもさ、なんかやっぱそのなんていうの、 BMI っていう身長と体重のなんか
ちょっと特殊な計算みたいなやつがあるんですけど、それでなんか、まあ、大体痩せてる普通太ってるみたいなのが分かるらしいの。ちょっと細かめにね、痩せすぎ痩せ気味普通、なんか肥満 A 肥満2肥満1肥満2肥満3みたいな細かく分かるやつがあって、やその普通とか肥満に入ってる人はやっぱ落ちやすいらしいんですよ、体重が。まあそりゃそうだよね、割合にしたらさ60キロの人が1キロ落とすのと40キロの人が1キロ落とすのって絶対大変度違うやん。そうだからマジで落ちん、マジで体重が落ちない、困っている。とんでもなく痩せてるわけじゃないんだけど、 BMI 的にはやっぱ痩せてるとこに入っちゃうからマジで落ちない。痩せたい、どこ行っても太ってるって言われるんだよな。大学で保健の教官が水泳をキングオブスポーツって言ってた。自転はサイクリング、チャリンコ、チャリンコか、自転車もさえ嫌いなんだよな。運動嫌いすぎる、運動嫌いすぎるんだけど、私も痩せたいね、ちょっと一緒に頑張ろう。あと半月しかないんだけど舞台まで、どうしよう。全体的に食事の量を8割ぐらいにしよう。食べ過ぎ防止、サイクリングね、水泳って怪我しないじゃない、そこがいて、確かに、え、確かに、それは初めての価値観かも。確かに水泳って外傷を負うことはないよね。足がつるみたいなことはあってもさ、それは一時的なものじゃない、確かに。じゃあ健康だ。ああ天才だな、なるほどね。へえ、水着持ってないんだけどどうしよう。飛び込みで頭をぶつけない限り、あ確かにあれは危ないですからね、あの普通にあのね結構大きな事故とかあるんであれですけど、まあ飛び込みしないから。ススッって、なんならあの市民プールとかだったらなんか導入部分あるじゃないですか、プールへの階段みたいな、絶対あそこから入るもんね。さよ。筋トレをすれば太りにくくなる、そう、それはしてるんですよ。筋肉つけると基礎代謝がやっぱ上がるから太りにくくなるんですけど、私も体質で筋肉がマジでつかないんですよ。そう、マジでつかなくて、あの悩み、公営プールで飛び込み禁止、飛び込み禁止っていうかさ、飛び込みはダメだけどさ、なんかプールのヘリっていうのから入ったりする人とかいるじゃん、じゃなくてもさ階段の導入部分から入ってくからちゃんと。そう、プールサイドから入らないから。うちのお母さんとかめっちゃ筋肉つきやすいのに、なんでさえはこんなに筋肉がつかないんだ。悲しい、悲しい。小学校のプールは目を洗うやつ苦手だった。あ、なんか蛇口でなんかピルルルルって出るやつでしょ、あれ本当は目に今はもう良くないからやらないらしいんですけど、さえの時も一応あって、さえもあれ
あれなんかあんま効率悪いなって思ってたんで、ゴーグルに水溜めてこうやっててパチ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 ってやってた勝手に。そうクラスメイトみんななんかピュピュピュってやってたけど、え、そう効率悪くないと思って水溜めてピュピュピュ、アイボンみたいな、そう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 、アイボン、一人アイボンしてた。女の子は基本つきにくい。でも筋肉でも私本当にとんでもなくつかないマジで。だってボール投げが9メートルって聞いたことあります？周りにいなかったんだけど、みんなもうちょっと飛んでたで。そう腕の筋肉ないから、むき、いやこれ力入れてるんだよ、やばくない？何も変わってないんだけど、力抜きました、入れました受ける筋肉ない、この見てこのさ、の筋肉のない腕、ちょっとここの筋が出るぐらい、この筋が出るぐらいでムキーってならない。そう、 うちのお母さんここムキーってなるんで。そうママすごいの、ママめっちゃママに全部、そうママの体質を遺伝したのはお兄ちゃんなんですよ。でさやはお父さんの遺伝で、お父さんも筋肉つきづらいらしくて、そう残念な感じです。そうこんな感じで、腕これなくしたよね、これ。でももう減ったかも、二の腕細くなった気はする、なんか前よりここつかめなくなった。手振った時にビヨン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 ってなるのは女の子の長年の悩みですよね。そんな話でした。まあ筋肉がつかないよという話でした。まあこっちだって握力12とか13なんで、ただ相当ない。腕立て伏せとかできなす、腕立て伏せとか人生で一度もできたことないんだけど一度もないんですけど、どうしよう。え、マジで腕立て伏せってなんかできる人本当になんかもう違うんだと思う私とは。すごいよね、腕立て伏せとかできたことない。そう困っちゃうな。パパとママはスポーツしてたんだっけ？2人ともしてない2人ともしてないですね。今はもちろんしてないけど、昔も多分してないな、聞いたことない運動してる話、運動してた話聞いたことないので、してないです。誰も、兄ちゃんだけだな運動よくやってたの。兄ちゃんねムキムキだよ。兄ちゃんはなんかもう普通に生活してると筋肉結構つくタイプ、腕とか普通にちょっとお仕事したりとかするだけでもう肩周りムキーってなるタイプです。もう真逆、真逆なんですよ。兄ちゃんは運動神経がすごい良かったからどんなスポーツもできてたよ。運動神経全部取られちゃってるんで運動神経全部取られちゃってちょっとダメだったんですけど、私はね
陸上の長距離とかやってましたよ、うちの兄ちゃん。何メートルだったかな、3000とか走ってた気がする。なんで運動できる兄でした。代わりに運動できない私でした。私はセンスなかったね、運動の。やる気だけはあったんだけどね。やる気でもならなかったな。まあそんな感じで今日はそろそろ終わりにしようかな。そろそろ眠くなってきちゃった。寝れそう、今日めっちゃよく寝れそう。じゃあ終わりにしたいと思います。13位、あちさんありがとうございます。12位、とてもけんけんさんありがとうございます。11位、かぼちゃ先生ありがとうございます。10位、けんけんさんありがとうございます。9位、ちゃん将軍さんありがとうございます。8位、ともちさんありがとうございます。7位、やすさんありがとうございます。6位、ピアノマンさんありがとうございます。5位、バイクのことさんありがとうございます。4位、タイマンいろいろさんありがとうございます。3位、とめさんありがとうございます。2位、アンディさんありがとうございます。そして1位は、チュンチュンさんありがとうございます。早く寝よう、早く寝ましょう。みんなも早く寝よう。あと40分ぐらいあるから今日中にみんな寝ましょう。むっちゃ、とにかく早めには寝ましょうね。さあもうこのまま寝ようと思います。12時にはもう眠りについていることでしょう。ではおやすみなさい、バイバーイ。